3トン空母が、現在、軍事演習を行いな、ガラ太平洋と台湾とを進む中、海底に潜む中国原潜の動きについて今回は、考えていきます。093型原子力潜水艦の動きを警戒していますが、海上自衛隊でも、潜水艦の数の多さを警戒しています。うるさいけどね。2023年1月、中国海軍は、遼寧省の造船所において、093型小級攻撃型原子力潜水艦と、おぼしき新祖艦を進水させており、西側諸国の関係者は、同艦の派生、改良型である B 型の2隻目であるとの見方を強めている。この B 型は、2022年5月に、1隻目が進水したことが、すでに報じられていたが、アメリカ海軍のバージニア級等と同様に、艦隊の背面に、VLS、垂直発射艦を備える、形式の潜水艦で、そこには、これも、同様に、対艦、対地攻撃用の巡航ミサイルを装備すると目されている。これまでに、中国海軍は、093型小級攻撃型原子力潜水艦については、2000年から2002年にかけて2隻、2013年から2017年にかけて4隻を建造しており、この後、派生、改良型となる B 型2隻を、2022年と2023年で各1隻進水させたものと考えられている。093型小級は、091型艦級に続く。中国海軍の国産の攻撃型原子力潜水艦の艦級であり、外艦の形状に類似点は見られないが、ロシアのビクター3型攻撃型原子力潜水艦の技術を取り入れて、静粛性を高めたものとめされている。ただし、2018年1月には、中国海軍の093型小級攻撃型原子力潜水艦と、おぼしき艦艇が、日本の尖閣諸島の周辺の接続水域を潜航した状態のまま航行するという事象が発生、海上自衛隊の追尾を受けたという一件があった。この時当該の中国海軍の093型小級攻撃型原子力潜水艦とおぼじき艦艇は、最終的には東シナ海上にて浮上、マストには中国国旗を掲揚する行動を見せ、日本側からは、海上自衛隊の執拗な追尾に音を上げたと解釈された。この一件でも、当時の中国海軍の093型小級攻撃型原子力潜水艦、つまりは、最初に建造された6隻のうちの1隻だと考えれる、同艦の静粛性は、中国が思うほどには高くなく、自衛隊の持つ探知能力であれば、捕捉は可能という印象を強く与えた。ただし、この一件から、今年2023年は、すでに5年が経過しており、同艦の派生、改良型である B 型は、静粛性の面でも、進化を遂げている可能性もあり、現時点同様に、対処できるのか否かについては楽観視することは、避けねばならないだろう。西側諸国の衛星写真を元にした見立てによれば、093型小級攻撃型原子力潜水艦の B 型は、全長がおよそ 110.0m、全幅がおよそ 10.0m、排水量は7000トン前後であるとみられ、その分回し規模は、やはり、アメリカ海軍のバージニア級に匹敵する。中国海軍の093型小級攻撃型原子力潜水艦は、2014年頃からは、インド洋への進出も確認されており、それまでは、自国沿岸部を、主たる活動領域としていた同海軍の潜水艦の遠洋への航海能力の獲得が注視されている状態である。こうした中国海軍の攻撃型原子力潜水艦の遠洋への進出能力の獲得は、2023年時点で収益させている航空母艦の、遼寧や、山東に随伴して、それらを護衛する能力にもつながり、アメリカ型の空母打撃群の編成にも直結している。
この2023年4月上旬に、中国軍が台湾を包囲する形で実施した軍事演習に際しては、初めて航空母艦山東が参加し、台湾本島の東側方面から艦載機である J-15 戦闘機を接近させたことが確認され、台湾も危機感を募らせている。こうした航空母艦山東の護衛任務にも、093型小級攻撃型原子力潜水艦等が投入されている可能性が指摘されており、現在の対艦ミサイル攻撃に脆弱と指摘されることも多い航空母艦に対し、敵艦艇を近づけない体制を構築しつつあるのだろう。093型小級攻撃型原子力潜水艦の主兵装は、同艦の VLS 垂直発射艦から運用される YJ-18 巡航ミサイルだと考えられており、対艦攻撃用の同ミサイルの最大射程は、少なくとも 500km を超える可能性が指摘されている。YJ-18 巡航ミサイルは、093型小級攻撃型原子力潜水艦といった潜水艦に止まらず、中国海軍の 052D 型コンアキラ級、および055型南アキラ級等のミサイル駆逐艦にも実装されていると考えられており、その長射程を日本でも警戒している。日本側の海上自衛隊においては、潜水艦に搭載しているUGM-84 ハープーン巡航ミサイルの最大射程は、およそ 250km 弱。もが、身型等の護衛艦が搭載している14式対艦誘導弾も、同 400km ほどといずれも、YJ-18 巡航ミサイルより短い恐れ拭えない。日本政府は、2023年度の防衛予算案から、従来比では、大幅な増額を行うことを政治的に決定し、実行に移しつつあるが、ここで唱えられている、スタンドオフミサイルの整備も、こうした中国軍の兵装の長射程化を危惧したものであろう。なんせ、YJ-18 巡航ミサイルは、派生型となる対地攻撃用のバージョンでは、最大射程が、およそ 2500km にも達すると見積もる、西側の関係者もあり、これは、潜水艦用ではなく水上戦闘艦のみのようだが、額面通りならば、まさに脅威である。日本が、人認識地対艦誘導弾の能力向上型の第一段階でおよそ 1000km、最終的に、およそ 1500km の射程距離を目指していることや、同 1600km 以上とされるアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達することに、異議を唱える声は多い。しかし、中国海軍の艦艇が装備している YJ-18 巡航ミサイルなどの兵装は、近年著しい長射程化を実現してきている状況にあり、長距離の対地攻撃能力を持つ兵装を強化しなければ、中国海軍艦艇の接近を阻止できない事態が生じてしまう。潜水艦戦力というテーマに話題を戻せば、中国海軍は、核弾頭の搭載が可能な SLBM、潜水艦発射型弾道ミサイルを装備する、戦略型原子力潜水艦を6隻、攻撃型原子力潜水艦を6隻、通常動力型を47隻も就役させている。これに、さらに、2030年を目途に、戦略型原子力潜水艦は2隻、そして、今回取り上げた、093型小級攻撃型原子力潜水艦の B 型が2隻ほどなくして配備に加わり、その総数は63隻以上となるであろうことが予測されている状態である。対する日本の海上自衛隊はといえば、昨年2022年3月に、従来までの中期防衛力整備計画に基づき、すべて攻撃型の通常動力潜水艦による22隻体制を構築した状態であり、単純な保有数という点では、中国との差は開くばかりというのが実情だ。ちなみに、
他の東シナ海や南シナ海周辺国の潜水艦の配備状況を見渡してみると、現時点では、すべて通常動力型の攻撃型潜水艦にのみで、北朝鮮がおよそ20隻、韓国が19隻、ベトナム、オーストラリアが各6隻でそれに続く。さらに、シンガポール、インドネシア、台湾が各4隻を保有、運用しており、マレーシアが2隻となっており、今後は、オーストラリアが、アメリカから、最大で、5隻のバージニア級を調達、新規で、オーカス級の攻撃型原子力潜水艦を配備するのが、大きな変化だろう。日本も、これまでの通常動力型の攻撃型潜水艦にプラスして、今後は、そこに、VLS、垂直発射艦を備える、艦艇の実験艦を建造する動きや、既存の潜水艦の 533mm 魚雷発射から、運用可能な国産の巡航ミサイルの開発を打ち出している。いずれにせよ、非凡やオーストラリアの、こうした変化は、ひとえに、中国の軍事力の強化に対抗するために行われているものであり、1990年代以降に、急激な経済発展を遂げたことを背景に、同様に、軍事力の強化と、南シナ海の支配を進める同国への警戒を要因としている。残念ながら日本が位置する地理的な環境下には、ヨーロッパの西側諸国がこぞって加盟している NATO のような集団安全保障組織は存在しないため、中国に対し周辺国が一丸となって対抗することには期待ができない状況である。